今回の訪問記は私の地元香川のお話です。香川県は瀬戸内海に面していて、島の数は24個あります。その中で一番観光地として有名なのが小豆島です。小豆島は香川県の県庁所在地高松市の約 20km 北東沖に位置し、同県最大の島です。瀬戸内海では淡路島に次いで2番目の面積で、日本の島においては19番目の大きさです。横に向いた牛が西を見ているような特徴的な形で、海岸線は変化に富み、多数の半島と入り江があります。確かに牛の形してますね。ルートは下の地図の赤のラインで、所要時間は1時間です。香川県以外の場所からも小豆島に渡ることができます。岡山県や兵庫県からもフェリーが出ていますよ。島内は車で回るのが一番効率がいいですね。乗る手順ですが、今回は車なので、車タス乗船券の切符を車から一旦降りて買います。そして車に乗り込んで、係員に誘導され船内の停車場所へ。車から降りて船室に助走して、船に乗船はこれが初めてでした。新鮮な気分です。初期の頃は車から降りるのも躊躇していたのですが、今は何とも思わなくなりました。とはいえ、何か変身に失敗があれば視線の集中砲火です。上に行きます。結構階段は急です。スカートはいつもよりさらに短いの履いています。後ろに人がいたらこれは登れないぐらいの短さですね。この後全身の写真をお見せしますが、びっくりするぐらいの短さです。修道院のシスターでしょうか。船内に入ります。ガラスのドアにミニスカ姿が映っています。左右側面にボックス席、中央が前向きの一席ですね。ギリギリで乗ったので席は埋まっていました。会話と横の景色に夢中で、この女装男を見る者はいませんでした。それにしても不思議ですね。一切こちらを注目されるようなことがないのです。見られなければ見られないほど、私も調子に乗って船内探索がてらうろうろします。それにしても席がなかったですね。この場所はもう諦めて、天気もいいし、デッキの椅子に座ることにしました。かなり目立つミニスカだと思うのですが、実は案外男と全くバレていないのかも。そんな妄想をしてしまいます。今回暴露はしなかったので、バレてるかバレてないかは闇の中。デッキの方に上がっていきます。まさかこの女性は背後に女装男がいるとは夢にも思わないでしょう。開放感抜群です。天気もいいし、中の椅子よりこちらに座る方が気持ちがいいですね。景色は出港した直後、高松市街が遠ざかっていく光景です。周囲を見ると空いているベンチが結構あります。これはどこに座るか悩みますね。座ってこうやってぼーっと景色を見るのもいいものです。このフェリーは3回は乗っています。小学生の遠足の定番コースでした。それにしても小学生の時、20年後にこんなミニスカートを履いて
再度訪れるとは当時考えもしなかったですね。座ってるとだんだんと風が強くなってきました。あまり深くは考えていなかったのですが、私の現在履いているのはミニスカート。さらに風が強くなって、これはもう強風状態ですね。周りにそんなに人がいないとはいえ、めくれ上がって下着丸出しになると、これはどんなに恥ずかしいことなのでしょうか。ここでもう一つ恐ろしいことが頭をよぎりました。それは強風でウィッグが取れて海に落ちてしまうということです。そうなってしまえば、化粧をしているとはいえ男丸出しの状態になって、とんでもない恥ずかしい目に遭うと考えてしまいました。自撮りスタートです。このようなミニスカートで風が強い場所に、チャレンジャーですね。人がいたのでもろにめくれると丸見えです。そんなことよりもめちゃ気持ちいい。戦場で女装ミニスカ。このミニスカは何回か紹介したイングです。小豆島が見えてきました。こうして見るとかなり大きいですね。島っていう感じでないです。このフェリーの手すりの高さがそんなに高くなくて、景色がより見やすかったですね。映像を見ての通り本当に気持ちがいいです。小豆島は美しい海に囲まれ、年間を通して温暖な気候の島。オリーブ公園やエンジェルロードなどインスタ映えするスポットが多く、女子旅にも人気のようですね。風はどんどん強くなって、歩くのも結構フラフラになってきました。そんな中、このミニスカートでお構いなしにデッキを歩き回ります。このイングのミニスカートなんですが、映像を見ての通り意外とめくれまいと粘っていますね。そういう生地なのかもしれません。それにしてもかなり見られたら恥ずかしい状況なのは間違いないです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただいたら嬉しいです。